お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのバルーンスケラデッキをね紹介していきたいなと思います。でこちらのデッキはですね、なんと僕がね久々に作りました自作デッキでございます。ですので今ねこのデッキを使ってるのはもう世界で僕だけということで、皆さんもねぜひ使ってみてください。今のね環境ですね、このトリトンと、まあ、ハンター、そしてザッピーで、まあ、エレスピアドはどっちでもいいんですけど、まあ、ぶっちゃけこの3枚、まあ、そしてエレスピ含めたら、この4枚をデッキに入れとけば、もう基本的に陸でも空でも何でも守れちゃうんですよね。そう、なので、まあ、この4枚固定したら、別にこのバルーンのスケラ、ここですね、ここの枠は別に、ジャイ、ゴブジャイとか、まあ、ホグとか、まあ、ラバとか、まあ、いろいろね、変えても全然強いんじゃないかなと、まあ、いうぐらい、もうこれね、入れとけば最強部隊でございますと、いうわけで、早速ね、やっていきたいなと思います。なんかね、端前で、もうバルーンスケラすれば、2回に1回ぐらいキングいかない。普通に、タワーを折れるぐらい破壊力がね、めちゃくちゃあります。で、まあ、間違いなく攻めは強いんですけど、じゃあ防衛はっていうところなんですけど、このデッキ防衛もマジで強くて、スケラとバルーン持ってるとカード回しにくくないっていうのが多分よくある疑問というかよく思う部分だと思うんですけど、なんとね、LSP 雪玉、ナイト、トリトン、ザッピー、これでね、5枚回るんですよ。ハンターも出してもいいんですけど、ハンターを出さなくても5枚回る。それぐらい、まあ、周りのユニットがですね、結構低コストなので、なんかそういった部分ではすごい回しやすいんですよね。まあ、なんなら最初の方はずっとナイト、トリトン、ザッピー、雪玉、エレスピですかね。でずっと回していって、これエレジェキング起動したいんでここでも行っちゃいますね。で多分別に三角とか来て守られてもいいんですよ。ここでエレジェを単体で来させることが僕のねプランなんですよ。まあ、なんですけど、バルーンがねめちゃくちゃ入る、これは2発あ1発だけど、まあ、これねエレジェキング起動できれば別に僕としてはもうノルマ達成なので、やっぱなんか残ってんな、お前。微妙に残ってんな。あ、俺のエレスピがちょっと下手だったな。さあ、というわけで、もうこんな感じでね、端前からバルーンスキラーをするだけで、タワーに大ダメージ与えれます。で、さらに強いのが、まあ、さっき言ったっけ?相手がね、その空ユニットを出すまでずっと待てるんですよ。ナイト、ザッピー、トリトン、雪玉、エレスピ、無限に5枚で回してください。無限に5枚で回してると気づいたらもう場がもうザッピーしかいなくなります。ザッピー劇場になるっていうぐらい、ザッピーをね出しまくってください。そしたら相手はいつかねやっぱ対空ユニットを割くんですよ。例えばですけどハンターですね、今回だったらハンターを出しました。そしたらもう出した逆サイドにバルーンスケラーレディゴーというようなデッキです。なので、まあ、ずるいんですよね。簡単に言うとずるいですね、このデッキは。もう一生こうナイトザッピーして、相手がハンター出したなっていう時にバルーンスケラーするだけで勝てます。まあ、出してこなかったら別に攻めてもいいと思うんですけど、まあ攻めたかったらですけど、別になんか無理に攻めなくても他のカードでもあるので、で、ここね、延命とかしてあげるじゃないですか。まあ、言っちゃえばこういう時にもう右側ね、まあ、バルーンでもスケラーでも打てば 100% ね、止まんねえよというようなね、感じでございます。カウンターでバルーンで攻めるパターン。カウンターでスケルトンラッシュで攻めるパターン。あと、端前からの、まあ、バルーンスケラ、をするパターン。まあ、言っちゃえば3種類、パターンがあるんですよ。なので、いや、今回マジで相手対空多すぎてバルーン通んねえとか、そういう時には、もうね、バルーンを出さなくていいんですよ。そう。で、スケラで戦えばいいんです。なんなら、いや、今回、お前、スケラの受け、強すぎだろみたいな、もう盾の戦士アーチャーバルキリー3が5みたいな。ありえないですけどね、ありえないですけど、いやマジでスケラ通るわけないやんみたいな時にはバルーンで攻めればいいんですよ。まあ、そういったねこう状況に応じてね攻め方を変えれるっていうのがこのなんかまあ攻めの軸が2枚あるデッキの強みかなと思います。こうなのでなんか今でいう強スケロイジャイめちゃくちゃ流行ってて、キョスケロイジェイなんか昔に考えたらね、もうありえない戦術、どんなネタでいっきゃねんという話だったんですけど、わかんないですよ。1ヶ月後、バルーンスケラ大流行って。僕はそういう動画出してるかもしれない。それは全然わかんないですからね。はい。というわけでね、さあこのバルーンスケラ、おすすめでごわっす。
とりあえず、なんか、イモればいいですね。マジで、ザッピーと、先ほど言った5枚でね、基本的に回していけば、相手がいつかね、まあ、高コスト、まあ、5コス以上のユニットとか、まあ、耐久ユニットを割いた瞬間がチャンスですね、と。いうわけでね。さあ、相手はあれかな、ファルチェバルーンみたいな顔してんな、これ。ファルチェバルーンっぽいっすよね、非常に。非常にファルチェバルーンですね、これは。ファルチェバルーンしか考えられない。よいしょ。よいしょ。いや、これザッピーだけで止まんのかな？ザップ打たれるが、ああ、止まんないんだ。いてー。で、これ、まあ、バルキリーだと思うんですけど、上。そしたら下が止まんないみたいな。ああ、めっちゃいい位置のバルキリーですね。ナイトも受けつつの、みたいな。はい。まあでも、僕はハンターとザッピーくんですね。はい。だって雪のままあるので、まあこっから相手のバルーンは通んないでしょうっていう気持ちではいます。気持ちはね。よいしょ。で、このバルキリーとかちょっと危ないんでね。寄せてあげて、まああとはセパしてバルーンスケラすれば、相手はトルネでもうバルーンキング起動左側だったらする余裕ないと思うんですよね。結構ダメージ受けちゃってるんで。まあそういうことを踏まえると、僕の方がね、今すごいリードしてるんじゃねっていう。さあ。ここはまあ耐えていきましょうと。で、ディガー拾いたいな。ワンチャンこのナイトキング起動されそうなんで怖いっすね。ちょっと怖いっすね。キング起動知ってたらされるんで。せんのかい。で、ワンチャンこれトルネとか防衛で使ってくんねえかな。あ、使ってくれたら、このね、バルーンが通んないよと。いや、天才的なバルーンですよね、これは。さあ、で、まあ、こっちは1体でいいですよね。で、攻め取りで使ったんで、まあ、そうですね、ディガーが100くる LSP で溶かして、ザッピーが強いと。いや、マジでね、ザッピーいればもう何でも止まる。ザッピーハンターいれば何でも止まる時代が来ちゃいましたね。あーさ、このトルネは、僕のね、ナイトが読まれてましたね、と。まあ、トルネ使ったから、これバルーンしちゃったら絶対できついと思うんですよ。っていうわけで、バルーンしてあげて、で、僕はこれね、ワンチャン耐えたいっすね。ワンチャン。雪玉で、で、この攻め取るねがちょっと怖いが、OK? さあ、あとラスト D 側だけ、トリトンで拾ってあげて、というわけでね、さあさあさあ、いやもうバルーンスキル。いや、これですね。今回は、まあ、序盤の間にバルーンを飛ばすと、まあ、キング起動されてしまうよと、一発ね、許容されて。なので、もうできるだけね、バルーン打たずに立ち回ってと。で、スケラにね、トルネ打つだろっていうタイミングでバルーン追加。まあ、あれでね、サイクルをどんどん崩せますので、本当にね、まあ、相手のデッキを見て、バルーンスケラをするのか、それともバルーンで攻めるのか、それともスケラで攻めるのかっていうのを見極めると、すごいね、楽に勝てるかなと思います。で、このデッキの雪玉の枠なんですけど、最初ね、矢の飴でやってたんですよ。そう。矢の飴だと、スケラがすごい刺さるんですよね、僕の。なんか相手がアーチャーとか三角とか出してきたら、もうそこにサクサクサクって打てるんですけども、相手がね、ハンターだった場合っていうか、ハンターが今めちゃくちゃ多いから雪玉にしたんですけど、バルーンにハンター出されたら、もうそのハンター、どうにもできないんですよ。矢の飴打っても何も変わんねえし。なので、さあ、これはエリアドですね。なので、まあ、そこを考えて、僕は、あいつにしましたね。さあ、これちょっとバルーンスケラやっちゃおう。1、2ヤードぐらい取ったでしょっていう感じなんですけど。これでも、全然。全然綺麗に守られちゃったんですけど。まあまあまあ、こんぐらいは、許せ。許せ、サスケと。言わんばかりの。まあ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 、耐えましょうか。ゴレッチャンですね、ゴレッチャン。で、ゴレは、後衛ゴリ押しを気をつけたいですね。後衛が止まらないことがよくあるので、このダクネプラスのランバーとかミニペッカがね、100% 追加されてきます。もう 100% なんですよ。まあ、それを止めれるかどうかにかかってきますね。で、一応僕はキング起動したいですね、ゴーレムは。ゴーレム緊急起動したいんですけど、しようとしてる間に行かれることがよくありますよね。で、ここ雪玉とか本気出してハンターだけは延命したい。
ハンターだけはマジで。いや、ハンターだけ耐えてくれたらもう何でもいい。いや、お前強すぎ。びっくりした。いや、正直無理だと思った。強すぎな、お前。よしよしよし。いや、素晴らしい防御していく。で、まあ、バルーンスキャラで攻めたいですけど、ここも一回ね、防衛した方がいい気がしますね。で、まあ、逆サイ釣っちゃおうっていう2体のザッピーですね。で、レスピとかも絡めつつ、ライト食うかな。いや、そんなコストもないか。そうそうそう。で、100攻め取るねも来そうなんですけど、攻め取るね来るが、まあまあまあ、しっかりね、荒野ハンターで潰してあげれば、今皆さん、トルネ使いました。しかも僕あんま攻めてないのに気づいたらね、相手に大ダメージと。さあ、レッツゴーバルーンスキラタイム。さあ、ダクネも咲きました。残り10秒。相手これ守らないと負けなんでね。さあ、ここで、LSP がタワーの竹を変えてバルーンが通るよ。で、トルネがなくて、炸裂っていうね。いや、マジで、強いんですよね。やってこれめちゃくちゃ強いと見えません？間違いなく、まあ、雪玉だと、まあ、攻めというかなんだろうね、まあ、バリオンを通しやすくなる、さっきも言ったんですけど、まあ、そこはなんでヤナアメでもいいと思いますね。なんでヤナアメの方がガゴムレとかアーチャーとかもうその辺にすごい戦いやすくなります。まあ枯渇とかもですね、まあ、雪の方がいや一応全てには勝てる可能性が上がるんですけど、より大変になるみたいな、まあ、そんな感じですね。好みでぜひ、変えてね、使ってみてくださいというわけで、めちゃくちゃ調子いいですね。ラストね、もう一戦行きましょう。さて、マッチングしました。あ、出た。YY ジャンプだ。これ、海外の、まあ、もうワンチャン日本。日本はないか。サバーカですね。めちゃくちゃうまい人ですね。さっき負けたんですよね。何使ってたか覚えてないけど、ヤリゴブリンだったら、ウォールブレーカーか、迫撃スケラーですね。なんかね、迫撃プラススケラーのデッキがちょっと前に流行ってたじゃないですか。僕も愛用してたんですけど。それがですね、今大復活というか、めちゃくちゃ急にですよ。アホみたいに今増えてきてるんですよ。謎に。さあ、このLSPワンチャンキング起動されたらクソうまいけどな。これでも、行った方がいいですね。これでも防衛ファイブが多分あるんですよね。いや、でも、一発、いや、でけえ。いや、でも待って、俺の方が痛え、これ。で、この逆サイムートも受けられる、このね、トリトンですね。で、しかも一応ないともあるので、ここで逆サイね、来られても耐えられると。いやー、これ、なんで？めっちゃいい攻めしたと思ったのに、全然俺の方がダメージ受けてるっていう。よくありますよね。さあ、で、まあ、陸は優秀ですね。問題はあと810を、まあ、どう削っていこうかで、バルーンを飛ばして、カウンターが怖い。なんか、どうだろうな。どっちが怖いかな。スケラ打つか、バルーン打つか。スケラプラス雪玉の方が、やりゴブ処理すればいいだけなんで、バルーンだと、なんかね、バルーンそんな通んない気がしますね、個人的に。なので、スケラ雪玉でちょっと攻めていきたいかなと思います。今回のプランですね。まあ、めちゃくちゃなんか、相手がハンター簡単に裂いたとかあれば、それはちょっと話がね、また変わりますけど、まあ、基本的には、よいしょ、これワンチャンスケラ打っていきますよね。まあ、ここは LSP がね、ありますね。OK。よしよし。お前、なんか、持ってくんな、変なもん。いや、これはね、言っていい気がしますね。タゲ取り用のバルーン。いや、これ、いて、いや、これ、ハンターだったね、雪玉。いや、でも、これ、スケラが湧いてる。いや、めっちゃいい。いや、めっちゃいい。で、これ、上で全部止めたいですね。多分ムートとかも来るんですけど。全部止めちゃって、で、あとはもうザッピーを君臨させます、ここに。よしよしよし。そしたらザッピーって結構スケラ受け強いんだね。オッケーオッケーオッケー、耐えたっしょ。来た来た来た、でっけえ、これ、勝てるのは大丈夫よね。オッケー。さあ、というわけでね、最後のね、ハンターが良かったですね。相手がこう、めちゃくちゃコストを使うまでは攻めないっていうか、スケラで攻めるようで考えてて、まあ、ちょっと相手がポイズンまで打ってくれて、ちょっとね、エリーリードしたなってところで、バルーンスケラ決めていきましたと。まあ、いうわけで、このね、デッキマジで
可能性しかない。何にでも勝てます。はい、革命は起きちゃいましたということで、ぜひ使ってみてください。おります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。